はい、どうもデルです。さて今回はですね、今の LDH がどういう理念でですね進んでいってるのか、どういう方向にですね進んでいってるのかっていうのをですね、ちょっとね皆様に、分かりやすく紐解いていきながら一緒にね考えていきたいなと思っておりますので、ぜひともねお付き合いください。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では本編へゴー。はい、ということで、まあ今のね LDH のですね、なんだろうな、活動をですね見ていく中で2つの言葉っていうのがすごく大事に、なってきているんですよね。それがですね、まず1つ目がサークルオブドリームス、そして2つ目がワンアジア。この2つの言葉がですねすごく今の LDH の、活動の中で、キーとなっているんじゃないかなと個人的にはね思っております。これはもうねいろんなところでですね出されている言葉であるので、皆さんもね聞いたことがあるかなというふうに思います。まずサークルオブドリームスがですね、まあ、夢をつなぐぞと、夢をですね循環させていくみたいなですね、言葉の意味なんですけれども、もう本当にこれはですね今ヒロさんがですね、すごく常々言ってますよね。アナザースカイでも言ってました。まあ僕が退いた後でも成り立つ組織にしたい。ね、夢が循環するような組織にしたい。こういう思いから、サークルオブドリームスっていうような言葉になってて、まあこれいろんなところでね、やっぱりこう、その節が見える。例えばですね、アキラさんとかショウキツさんがプロデューサー業をやって、今若手を育てているね、アイコン Z 世代のね、グループが誕生していますけれども、そういう、活動も、サークルオブドリームスと言えますし、例えば、哲也さんがやっている EXILE Be Happy、ね、子供たちに、ダンスを教えたりとか、一緒に音楽を楽しむことによって音楽に触れてもらう、これもサークルオブドリームスですよね。新たな夢を、ね、生もうとしている、夢を循環させようとしている、こういうのがですね今 LDH はね盛んに行われているので、まあ、サークルオブドリームスっていう活動がですね結構ね盛んだなというふうに思ってます。そしてですね2つ目がですねワンアジアね、アジアを中心として海外に乗り出していこうということで、こちらがですね、まあ、中心になっているのがサイキックフィーバー、バリスティックボーイズといったこの2グループを中心とした海外展開ですよね。これもねヒロさん言ってましたね、あのアナザースカイでも結構話されていましたけれども、アジアで大きな、フェスを開催したいと、アジアの音楽を、集めた、フェスを開催しようみたいな感じのもねあったし、特に今言えるのが今大阪万博ですよね。そこのですねサポーターに結構 LDH のアーティストがですね、まあ、あのランページだったりとか、あとはサイキックフィーバー、バリスティックボーイズ、ファンタスティックスとかがですね、あのサポーターに入っているっていう状況がある中で、まあ、この万博っていうものがすごくね LDH の中でポイントになるんですよね。この万博で、まあ、どういうアプローチが LDH のねアーティストがされ方をするかわからないんですよ。どういう関わり方をね、万博のねメインとなる万博の期間中にどういう関わりをねしていくのかちょっとねまだ定かではないんですけれども、必ず何かしらの形で関わっていくというところがあるので、この万博だから2024、2025を踏んだ後にどういうね、まあ、LDH が海外にねこうなんだろうなアプローチできているのかっていうのをねすごく楽しみなところであるんですけれども、まあ、そういうところを視野に入れていってっていう中で、まあ、今ね撮影しているのが3月9日なんですけれども、本日ねあのベトナムの方でね、ジャパンフェスタというですねあのイベントがやっててるんですけれども、まあサイキックフィーバー、バリスティックボーイズがね出てるんですよ。でちなみにまあこれね余談なんですけれども、僕ねもともと熊本県宇土市というところで和太鼓をやっていて、でそこで一緒にやっていた仲間たち、まあ本当に一緒にやっていた方々がですね、今年ですねそこのジャパンフェスティバルに出演してるんですよ。まあ以前にもね過去に、出演していた経験はあるんですけれども、今年ねあの出ているということで、なんかね同じステージにねなんかもともと一緒にやっていた仲間と、今こうやってねあのまあ LDH をね、まあ、ずっとまあね応援してるんですけれども、今こうやって取り扱っている、サイキックフィーバーとか、ね、バリスティックボーイズとかね応援してる人たちとこうなんかすごくねなんかこう一緒のステージにね出てるんだ、一緒の同じ国にいるんだみたいな、ベトナム同じイベントに出てるんだみたいなね、僕の太鼓の仲間は昼に出て、サイキックフィーバー、バリスティックボーイズ夜に出てるみたいな話があってすごく嬉しいなと思って、個人的にはねなんかね、あ全然僕は日本にいるんですよ、全然僕はね日本にいるんですけれども、なんかねこうわーみたいな、ちょっとねなんかエモーショナルなね気分にねちょっとね浸っているところではありますけれども、ちょっと余談でしたね、すいませんね。まあそういったですね、まあこういうまあベトナムとかでですね、まあ活動していくとかね、タイとかね、まあタイが中心なんですけれどもね活動していって、ヒロさんもね結構タイに視察行って、いろんなねそういうまあアナザースカイでも描かれてましたけれども、アーティストとアーティストがコミュニケーション取ってたりするわけじゃないですか。そういったところからですねアジアっていうものから世界にアプローチをしていくっていうところが、まあだからこの日本軸ですよね。だから日本のファンも大事にする、 LDH を応援してくれた日本のファン、応援してくれている日本のファンをしっかりと大事にしながらも、海外にアプローチを取っていくっていう
ような、まあだからこのサークルオブドリームス、そしてワンアジアというものが結構絡まり合いながら、活動しているのが今の LDH なんじゃないかなというふうに僕はね思ってて、でさらにですね2025年、万博っていうものを皮切りにガンガンあの LDH の音楽っていうものが、 LDH のマーケットっていうものが、世界にも、広がっていく、まあ2024年で拡大しつつ決定打になるのが大阪万博なんじゃないかなって個人的にはね、やっぱり見ておりますね。万博でこれどういう、なんだろう、まあもしかしたら LDH のセクションというかね、 LDH のねパフォーマンスコーナーみたいなものがもしかしたらできるのかもしれない、なんかそういうねことを匂わすような言葉っていうのはね、やっぱ発言はあるんですよね。やっぱり万博で僕たちの音楽がこうね、あの文化やカルチャーとともにどうなっていくのかみたいな、こうそういう言葉もねやっぱりあるので、やっぱこう万博っていうものがねすごく LDH と密接に関わっているのは確かですよね。まあだから先ほど言ったあのベトナムのねホーチミンで行われているねあのジャパンフェスティバルの協賛にも万博っていうものは入っているので、で多分そういう関係で多分 LDH もねコミットされているというふうには思うので、だからねサイキックフィーバーとかバリスティックボイズが出ているっていうのをやっぱ万博が入っているっていうところもあるのかなというのはあるので、やっぱりこう世界からね、やっぱりこう来場されるイベントにはなりますから、万博っていうのはね本当に動員数がねとてつもないものになると思うので、そういったところでねこう LDH のアーティストっていうのがどういう風にねこうなんだろうね世界に足をかけていく、まあもう今現時点で足をかけているんだけれども、どういう風にねもっとねこうバコンとなるのかっていうのはね、やっぱこれはねやっぱこう LDH が、まあ、ビッグ企業大企業であること、うん、やっぱエンターテインメントシーンの中においても LDH っていうのはもうねやっぱ不動の地位があるので、そういったところでねやっぱこう、まあ、ビジネスとしてね結構ね、やっているっていうところがあるので、だから本当強いっすよね。なんかそこはね、僕今ね、BMSG を追っかけてるけれども、BMSG とはまたちょっと違う、視点での海外に対する挑戦というか見方っていうところではあるかなというふうには思うので、やっぱこのね、やっぱこう、LDH を見ていくっていうのはやっぱね、面白いんですよね。いや、やっぱこう、日本での活動のね、面では、ちょっとね、まあ僕もね、個人的にもやっぱいろいろ思うことがあるからいろいろ言うんですけれども、でもやっぱね、夢あるし面白いことやってんなっていうのはやっぱ感じるので、個人的にね、だからこのね万博に向けてっていうところですよね。だから TGC とかもさ、やっぱこの万博のステージでやっぱ毎回 LDH のアーティストが入っているっていうところですよね。だからこの万博っていうポイントがやっぱこうサークルオブドリームスワンアジアっていうものがね2つ絡まってる要素もあるので、なのでね、もしかしたらね、いろんなことがね、万博を機に起こるんじゃないかなというふうに思ってるので、そこはちょっとね、注目して見ていきたいなと、個人的にはね、思ってますので、楽しみですね。はい、というわけで今回はですね、まあ、LDH の活動をね、ちょっとね、いろいろね、紐解いてお話をしていきました。サークルオブドリームス、ワンアジアというね、言葉を、この言葉二つをね、軸にして今ねやってるんだよっていうところ、そして万博っていうのがかなり関わってるんだよっていうところのお話でした。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画でバイバイ。